ゲームボーイアドバンスを IPS にしたかったけども、ハンデが苦手で諦めていたという方に朗報です。新型の IPS 液晶が誕生しました。この液晶はハンダを使わずに誰でも簡単にドライバーがあれば IPS にすることができます。この IPS の特徴なんですけども、タッチセンサーを搭載していて、指先一つで明るさを変えることができます。それではこの IPS 液晶、使い勝手はいいのか悪いのか、このね、使う上でのね、注意点なども踏まえて、紹介していきたいと思います。まずね、大きく違うのは、この液晶になんかケーブルがついてるんですよね。はい、このようにこのね、取り外しのできないケーブルがもう液晶に最初からついています。そしてね、もう一つ違うのはこのね、基板、こんな基板がね、ついてくるようになりました。32ピンと40ピンのね、に対応するこの小さなケーブルがね、2つついてきます。で、まあ、こちらが、ガラススクリーンですね。こういったものも標準でついてきます。セット内容としては、まあ、ご覧のようなものがね、すべて入っています。で、先ほど32ピンと40ピンのね、話をしたんですけども、まあ、これはどういうことかと言いますと、ゲームボーイアドバンス、見た目は全く同じでも、蓋を開けると、中のね、端子の数が32ピンと40ピンの2種類あるんですね。まあ、こうやって並べてね、比べてみれば、この端子のね、幅の広さが違うとわかるわけなんですけども、まあ、1台しか持ってない場合ね、どうやって見分けるかというと、で、これ見分けるのは右下に丸で囲ったところに、まあ、数字がね、書いてありますので、これを見れば自分のゲームボーイアドバンスが40ピンか32ピンかわかります。で、そのピン数に応じてね、この付属の32ピンならこの短い方、40ピンなら左のね、幅の広い方を使用することで、IPS にすることができます。で、このね、新しい IPS 液晶なんですけど、一番大きな変化というのは、液晶のね、サイズが変わっているんですね。で、一昔前の IPS 液晶サイズと比べると、一回りね、今回のものが小さくなっています。で、これね、ちょっとね、問題なのは、シェルですね。シェルに合わせるときに、この、今のね、新しく出た小さな液晶のね、IPS の方は、このね、サイズが合わないんですね。今出回ってるシェルというのは、大多数がね、一昔前のこの大きな、液晶を使ったサイズになっていますので、そのためにね、このシェルを購入するときは注意が必要です。今まで使っていたね、古いゲームボーイアドバンスをね、そのまま使う場合はね、大丈夫なんですけども、シェルを買い替えるときはね、注意が必要です。 IPS 液晶のね、呼び名なんですけども、まあ、どちらもね、新しい方も古い方もね、 IPS 液晶なんですけども、この動画ではね、分かりやすくするために、ハンダの使わない新しい方、右側ですね、を小さい液晶、小さい IPS というふうに言います。で、一昔前のこの大きなスクリーンのね、 IPS をこの大きな液晶というか、大きな IPS というふうに呼ぶようにします。このシェルはレトロ6社のプレステージシェルです。このスクリーンサイズがね、この大きくなっていまして、この小さなね、液晶にはちょっと大きいかなと思うんですけど、試してみたいと思います。まあ、アリエクスプレスで購入したりね、ファニープレーニングで購入しても、この大きなタイプのスクリーンサイズのね、シェルが届きますので、一体使えるんでしょうかね、この小さな液晶で。やってみました。はめてみたんですけども、やはりね、この上下にね、スペースが空いてて、使えませんね。この小さなシェルには、このプレステージシェルはね、大きすぎました。上下にスペースが空いてね、使えませんでしたね。で、今度はこのプレステージシェルじゃなくて、スクリーンサイズが小さなシェル、こちらでね、試してみました。こちらでね、試してみたんですけどね、一番上にね、液晶をセットすると、画面の下にね、ちょっと白い線が出てしまうんですね。この液晶のね、縦サイズが短いために、このね、ちょっとこの
上にセットしすぎるとこのように白い線が出てしまいます。で、海外のね YouTuber の方でもねこの液晶を使われてる方がいたんですけど、やはりねその方の、動画でもねこの液晶の下側にね、白い線が出ていました。この小さな液晶は位置合わせが少し難しいように感じました。自分のねゲームボーイアドバンスに合ったピン数のこのケーブルを基板に、差し込んでいきます。ピンをね立てておいて、で差し込んでからねピンを寝かしていきます。次にこの液晶についているケーブル、こちらも基板に差し込んでいきます。先ほどと同じようにねピンを立てて、で差し込んでからねピンを寝かせます。これね動画ではねちょっと本体も一緒にもうくっつけちゃってしまっているんですけども、実際に組み立てる時はね本体は一番最後にね、接続した方がやりやすいです。シェルにね全部セットしてから。でこちらが上がねハンダのいらないタイプ、下がハンダのいるタイプのね古い方比べてみましたが、全然やっぱりね形が変わってますよね。ハンダがね全然苦にならない方はね下の方がいいと思います。では早速このねシェルに、テープを貼って、基板を乗せていきます。でこの薄いねプラスチック、小さなプラスチックがおそらく位置合わせのね道具だと思うんですね。これを、シェルのね下に2つ設置して、そして基板を置いていきます。これでねほぼ正しい位置にね、液晶がセットできると思います。そして今度ゲームのね、本体を乗せて、ケーブルを挿してね、基板と本体をねこう接続していきます。で、ケーブルを挿したらねこのピンをロックします。で今回ね一番ちょっと重要な問題なんですけど、このね32ピンのケーブル、これねセンサーなんですね横が。でこのセンサーをカットする必要があります。でこれねカットしないとね後々問題があるので、このセンサーをハサミでねこのように、カットしていきます。少しね、長い歪んでしまってもね問題ないです。これをこうやってねハサミでカットして、でこの状態でね基板をセットするわけなんですけども、必ずこのセンサーをね、カットしてから、組み付けていきます。で組み付けていくときにこのセンサーどうするのかというと、このねシェルのシェルと本体の間にねこの動画のように、このペタッと寝かせて、そして本体の方にね入れてしまいます。こういった感じで、はい、このようにして、そしてですねシェルを蓋を閉じて、組み立てていきます。これもしねセンサーをカットしなかったらどうなるかというと、ご覧のようにねこの画面がね明るさが暗くなったり明るくなったりをずっと繰り返すんですね。ですのでね必ずセンサーはね、必ずカットするようにします。今回の動画でね32ピンだ40ピンだという話をね、何度もしてきたんですけども、今回使用したアドバンスは32ピンだったんですけど、これね40ピンの場合はねもう一加工が必要になります。僕ハンダがいらないと言ったんですけど、それはね32ピンの場合で、40ピンの場合はね1箇所だけねハンダ付けする必要があります。でそれはどこかというと、この矢印の場所なんですけども、ここをねこの赤い線のように接続する必要があります。今までのね、古いバージョンだと3箇所だったのが、今回はね、1箇所ということで、それでもだいぶね、楽にはなったんですけどね、1箇所だけはねちょっとやる必要があります。で、こちらの写真がね、オフィシャルのページの写真なんですけども、点と点をねこの結んで、結合する必要があるんですね。
で、どうしてもね、まあハンダが嫌だなという方は、あのゲームボーイアドバンスの32ピンを、まあ、買われると、まあハンダなしで、IPS にすることができます。で、その32ピンはどうやって見分けるかというと、ゴールドバージョン、シルバーバージョン、こちらのアドバンスが、32ピン後期版になってますので、まあ、どうしてもねハンダが嫌だという方はこの、32ピンのゴールドやシルバーバージョンね買われることをお勧めします。はい、なかなかね、こちらの液晶もまあね一見するとまあまずまずかなというような感じがします。操作的にはね、もうこちらの液晶もね、全く問題ないんですけども、まあ、タッチセンサーもね、まあ、非常にうまく動作してね、全く誤動作することもありません。まあ、セレクトボタンを押すのもね、そんなに苦じゃないんですけどもね、まあ、まあ、どちらでもいいかなという感じはしますけどね。視野角もね、十分あると思います。こちらがちょっと問題なのが、上が新 IPS の小さな液晶、下が、旧 IPS の、ね、大きな液晶になるんですけど、明るさがちょっと違いますよね。下の旧 IPS の方が明るいですよね。もちろんどちらともね最大限に明るく設定しています。で、下の IPS をねちょっと暗くしていって、ちょうど半分ぐらいの明るさでね、上の液晶と同じぐらいの明るさかなというふうに思います。こちらはね、明るさがね、問題かなというふうに感じますね。こちらがね、今までの、IPS の液晶なんですけども、こちらだとね、動き始めると雲の近くにこの点々のね残像が出てしまいます。で、今回ね、今回の新 IPS、まあ、小さな液晶の方はね、どうなのかというと、プレイしているとね、もうほとんど見分けがつきませんでした。まあ、あの拡大してね、アップで見ると出てるんですけど、まあ、以前の液晶に比べるともう全然ね、こう止まった状態から動き始めた時に、あの前の液晶だと残像がはっきり見えていたんですけども、今回の液晶はね、非常に残像が目立たないというかね、非常に分かりにくくなっています。これはなかなかいい進化だと思います。はい、今度ね、雲の部分をアップにしてみました。こちらで見てみても、ちょっとずつね動かしても、まあ、それほどね、この残像がね、さっき の古い液晶だとね、もうくっきり見えてたんですけどもね、こちらの残像ね、なかなかよくできていると思います。